言えてる。間違えた。楽しい子。食材しよう。前から。クルーなんだな、インポスターは引けないお約束。ビフォール。はいはいはい。ナイスボタン。ナイス。はい。ナイスボタン。ナイスファイト。ナイスファイト。ナイスファイト。はい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 。昇降機右ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。はい。はい、ありがとうございます。助かります。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。助かります。助かります。ナイスファイト。ナイスファイト。ミュート右。ナイスファイト。助かります。ナイスファイト。ナイスファイト。ナイスファイト。キッチン、キッチン文字ぴったん。ここはコミの時やってもいいな。セキュリティ、セキュリティ。いやか、数字だけ見てやめてもいいな。いや、まだ溜まってない。そろそろ溜まるくらいか。いや、まだ溜まってないな。電気室には行かず、エンジンの方に行きましょう。死なない立ち回りをね。死んでも犯人が判明する場所で死のうという感じでね。死なばもろともじゃ。いいろ。メインホールの、ベントのところでインネさんの死体を発見しました。あ、どこのベントの上ですか？メインホールのベントです。メインホール、はい。あ、じゃあ最終リンク。あ、下です。メインホールのベントの下です。メインだと下。あ、上、メインホールの上のベントですね。あ、上のね。はい。あ、上のベント。すみません。はい、了解です。あ、でもつまがね、結構有力なやつ出せるんで、喋っても大丈夫ですか？はい、初手脇が、まあ、リンネさんでしたと。でそのまま結構行動ともにして、シャワールームメインホールって抜けました。リンネさんとともに。エンジンからですか？エンジンからです。はい。で、メインホールの時に、夏目先生とすれ違ったんですよね。で、はい、夏目先生、リンネさんを残して私はシャワー室に抜けたんですよね。よろしいですか？はい。自分は、砂染さんとリンネさんがエンジンルームからメインホールに来るところで、自分はすれ違って、宿舎前昇降機っていう風なので、リンネさんは多分その時に、右のタスクやりに行ったんじゃないかなって思います。あ、じゃあそこからもう、すぐ別れたって感じですか？ちょっと別れたというか一緒に行動してないです、そもそも。すれ違っただけで。最終目撃はその辺ですね。他にありますか、最終目撃？リンネさんの。ないかな。じゃあ、リアクターなってて、メインを通った方がいらっしゃると思うんで、はい、そう、ゾニキさんとか来てたんで、はい、そっちを。はい、シャワー室でタスクをやったとき、藤宮さんと、すれ違ったのを覚えてます。はい、で、その後リアクターが鳴ったので、メインエンジンに行ったときに、エンジンでセンターさんと合流し、左側の昇降機のリアクターを直しに行ったんですが、その時は光らなかったです。OK です。それだったら自分はもう昇降機に最初にいたんで、まあやるんだったら弁当ですが、それは砂染さんと見た弁当で殺したってことになるので、砂染さん視点改めてほしい。昇降機右見ますか？はい、言いたいことあります。砂染さんはあの、まあ、いいか、あ、僕からも出せる情報あると思います。はい、次言います。 OK です。はい、はい、エロちゃんの情報も欲しいですね。はい、うん。カイブ。ピンク。
すみません、最初に言ってんだけど、砂染さんの話がしたのを言うと、砂染さんリアクターになった時にアーカイブにいました、一緒に。で、アーカイブから、右側の証拠機能に行ってるので、砂染さんリアクター中の犯行は無理だと思います。とだけ言っておきます。はい、はい、レジーさんも多分、あ、まあいいや、柿さん。あ、いいですか。じゃあ、シャワー室で藤宮さんと一緒にシャワー浴びてたんですけど、はい、で、俺が先に左行ってエンジンまで行ったんですけど、その時には、はい、その時には、通報ボタン発生しませんでした。あ、で、まあ、俺が直後にレポートって感じですか、ね、そうですね、はい。何秒ぐらいとか、まあ、具体的に。いや、遅れ、多分5秒あるかどうかぐらいだと思います。時系列的にはゾニキさんの後にカキさんが通った感じが、ね、そうですね、ゾニキ、カキ、フチミヤの順で、そうですね、そこら辺に、うん、ちなみにベントの上って普通に通路走ったらレポート引かんないと思うんですけど、多分引かんないと思います。あ、じゃあ僕が下の方を引かしたっていう可能性もある、うん、はい、うん、そうですね、リアクター中での犯行って確定してますか。いやでも夏目さんと私とリンネさんがメインホールで通知があったのが結構その前なのか、前なので前、はい、前ですね、はい、チャケプロです。はい、あ、すみません、ちょっとそこに関してちょっと情報出せて、僕バイタル見てます。はい、リアクターが鳴る前はエロちゃんだけが亡くなってて、鳴ったほぼ瞬間のタイミングで、ほぼ同時のタイミングでリンネさんが殺されてます。はい、だったらリアクターに来てた人ってほぼ無理じゃないですか。そうですね、夏目先端ゾニキが左側にいました。なった瞬間ですよね。なった瞬間にゾニキさんが多分一番ぴったりな時間だと思いますよ。うん、そう、なった瞬間、藤宮カキはメインのシャワー浴びてたんで、うん、瞬間に死んでるな、カキさんは弾けると思ってて、瞬間ほぼ同時って感じですね。うん、ほぼ同時に。私厳密に言ってシャワーです。シャワーです。うん。そこをちょっと整理します。なった瞬間どこ行ったの？なった瞬間はエレジースのためアーカイブです。それはもう先に落としちゃいます。はい。テレポヨさんは信じるな、ゾニキさん。いや。他に弁当疑惑の人とか。弁当の可能性は全然。あ、夏目はね、出せて、はしごの音聞こえたと思うんですけど、どうですか？リアクターになった瞬間だったら。めちゃ議論そらすな、夏目先生。多分私がタイミング的に怪しい位置かと思うんですが、はい、リアクター鳴ったタイミングがシャワー室だったと思っていて、でそれでシャワー室からメインエンジン、っていう風に行った時に、シャワー室内で藤宮さんと会ってる記憶があります。藤宮さんどうですか？鳴ったタイミングではないですね。鳴る前にゾニキさんがの扉に行って、僕はその後ゾニキさんが抜けてからメインのシャワーを浴びてる時になったという記憶ですね。カキさんと一緒に。はい、あ、分かりました。なるほど。まあまあそこはズレがあるとして。藤宮さんは無理ですね。カキさんがどのタイミングだったか覚えてますか？鳴った瞬間。鳴った瞬間はどうでしょう。ちょっと覚えてないですね。でも藤宮さんとほとんど、うん、一緒にいたタイミングでなったと思うんですけど、うん、そうだから多分殺す暇ないと思いますが、うん、俺が殺す暇があるとしたら、うん、その藤宮さんより先にシャワー出て、うでねうんうん、でしかもその瞬間なったって感じだから、うん、藤宮二郎じゃなきゃ無理ってことですね、うん、そうですね、うん、そこの二郎じゃなければ、うん、で夏目先生先端さんは左のリアクターにいたって、うん、ね、先端さんしか見てない。先端さん、なった瞬間エンジンとか通信室あたりだと思います。鳴った瞬間は自分もうミーティングにいた、はしごの音聞いてる人いないんですか？ミーティングしてた、長いな、なんか鳴ってたような気は。まあでもちょっと、ゾニキさんは先端さんとエンジンやってるから、ほぼゾニキさんか夏目さんの弁当もしくは二郎かなって思ってます。ね、夏目先生で鳴ってる間どこ行ったんですか？僕がでも、いいっすか、直しましたね。聞いてほしいことがあっていいですか？はい、砂染さんとメインホールですれ違って、砂染さん、リンネさんとすれ違った後にエンジン宿舎前昇降機で行って、昇降機
でミーティングのタスクしようと思って上がったんですよね。でそのタイミングで鳴って、うん、あやべって感じで降りた時に、うん、先端さんとゾニキさんがいました、うんうん、合ってます、それは、それは合ってます、はい、あ、真面目先生的に先端さんが殺して弁当説は否定できるってことだってますかね、一応それだけ。まあただ、まあただ、うん、あそうか、リアクター鳴った時にあそうか、チャゲプヨさんの信玄が信じるってことね、うん、そう、まあ、真の前提なんでチャゲプヨさん嘘が、ミンネさんやたらいいな、メインホールになんか気になっちゃったんで今。確かにそれも言えてる。近いった。楽しい子。食材しよう。ピンク黄色。オレンジ。ありがとうございます。はい。チャゲポヨさんを信徒するんだったら、リンネさんめっちゃ長くメインホールいたなっていうのがずっと気になっちゃって。そうですね。だから、結構すぐキルされてっていう可能性が、うんうん。だから、チャゲポヨさんが誰かかばって診察室のやつを時間遅らせてるみたいな、まあ、っていうのを脱線しちゃいましたってだけです。でも、それにもう容疑が広がっちゃうんで、まあまあ、そんなにこの話深く掘りたくないです。うん、そうですね。はい、そうですね。エロちゃんさん側を、はい、そうそう、誰か見た人いますか？右側に結構いたから左側じゃないかなって思ってる、うん、キッチンは絶対ないです。キッチン武器庫通信エンジンは絶対ないです。左か下ってなるとチャゲポヨさんエンジン脇なんじゃないですか、砂溜さんとミンネさんが、宿舎前通路脇ですね。宿舎前エロちゃんの話でしょ、はい、今そうですね、うん、はい、んエロちゃんの話これ以上詰められそうですかね。まあ結局ゾニキさんと夏目先生がでも落ち着けちゃってるのかなと思って、ミンネさんの死体を発見ですと思います。あのリスポン位置を推理すれば、あの、うん、おおよその位置を推理すれば、うん、あ、アーカイブにはいなかった、アーカイブにはいなくて、アーカイブなかったですね、シャワールームにも来なかったので、うん、多分左側かなと思ってるんですけど、どうですか、ね、貨物もう4人ぐらい取ってたから、うん、貨物診察で僕行ってますけど、そこもいなかったですね。あ、じゃあ絶対左側ですね。キッチン脇とかの人いませんか？先頭さんエンジンって言ってたけど見てないですよ。僕キッチン、キッチンか。まあ一人。ああ、エンジン。時間差もないはず。じゃあエンジンっぽいですね。うん、じゃあエンジンならでもメインホールとかで見られてたのか、して死ぬとしたらコックピットとかですよね、多分。うん。うん、ああ、初手コックピットでやられてる可能性とか。あります、ね。前半の目撃情報がないのが、チャゲポヨさん、先端さんと、あと、夏目さんは前半ありましたっけ。自分シャワーだよ。うん、夏目先生見てます。ジャパンに。その話も。かなって。うん。うん、で一旦今日はじゃあスキップな感じですかね。そうですね、もう一、もう一したやるからさあ見ましょうっていう感じにします。ただチャゲプラさんの話を診断するんだったら、その前に死んでるんで、その前に犯行不可能な人可能な人っていうのも一応出てくると思います。僕目線ほぼ勝ちさんは隠し色になってます。あ、同じく、うん、いや、あのシャワールームに5人ぐらいいたんで、あそこら辺の人は砂さんの人もきついと思いますけど、そっちの人だったかな、申し訳ない。なかなかリスポーン考察が浸透してないのかな。緑、赤、黄色。難しいよね、でもね。可能性を追って、まあ、いくらでも可能性はいるけど、でも、大事な要素だからね。緑、赤、黄色。よし。そろそろ死んでそう。おお、ナイスボタン。いいボタンだな。おお、ナイスボタン。ナイスボタンでーす。タスク終わりました。早い。早い。なんか昨日ダブルキル起こったじゃないですか。はい。で、なんかあの5人ぐらいで今右側固まってましたけど、最後柿さんいたと思うんですけど、はい、なんかだったらなんか隠し色出せそうな人なんかいる。うん、だから僕目線できそうだなと思って。柿は隠しろ見てて、うん、で砂ザメさんも、あ、砂ザメさんギリギリできる。私はギリギリ最初も否定できない。違う違う、エロちゃんだけは否定できないから、うん、そっか。リンネさんは無理。うん、うん、まあリンネさん無理なら、
まあ、どちらも無理っていうのを例えば右側が結構こうちゃって固まったんだったらなんか出せますかね。逆に多分柿さんとかと砂溜さんの証言合わせると僕無理って言いません。序盤はシャワールーム側にいてアーカイブで砂溜さんと合流してリアクターで最終センターさん見てるから、シャワーにいたよね。はい、レジさんは、うん、はい、レジさんも白置きできる気が、柿さんに補足すると、はい、私はシャワー室で柿さんとすれ違ったんですよね。そうですね。でアーカイブに行ったらアーカイブに行った後ずっとエレジーさんと行動したんで、はい、そこからエレジーさんは私目線無理です。でそれ以前柿さん目線無理だったらもうエレジーさん白かなって。ザニキさんってどこリスポーン貨物でしたっけ。いや、メインだったと思います。メインでメインのタスクやった後シャワーで結構長い間タスクやって行った感じですね。その後そアーカイブで一回タスクやったかな。ネロちゃんがエンジン前提、僕しかできないですね。だとすると一応チャゲポヨさんもすると、うん、まあ僕もアーカイブ言ってるはある。あとは若干先端ゾニキ、先端さんとゾニキさんがあると思ってて、これなんでかっていうとリアクター鳴ったタイミングで死んでるんだったら自分はミーティングから橋を下って降りてきてると思うので、うん、2人からの白は出せないのかなと思います。バイタル情報僕はもう夏目さんゾニキさんを落としたいと思ってますずっと。あ、いや、違います。先端さんとゾニキさん視点で自分の白が出せないのかなっていう。あ、私視点は出せない、出せな い, 出せない。メインからメインがこの2人かな。うん、僕だって、喋らせて、喋らせて、弁当の近くで死んでるんだったら、弁当使ってミーティングって流れが多いだろうから。はしごの音絶対聞こえたと思う。あ、ごめん、ごめん、余計なこと言ったわ。釣るつもりなかった。ごめん。あ、なんで釣られたかわかんないですけど。あ、じゃあ。ローラで。あー、説明不足だったな。釣る流れって思っちゃったかな。あちゃすいません。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。釣るつもりなかったんですけど。はい。で、私もちょっと多分釣る流れじゃないっていう認識だったのでスキップしたんですけど、これでゾニキさんに固まるってことは二郎が合わせたのかなってちょっと思っちゃって気になってボタンを押しました。あ、すいません。入れたのは僕です。あと、ごめんなさい。一個もう一個証言があって、今、停電場所に夏目先生がいたんですけど、夏目先生全部下ろして、うん、僕の邪魔をめちゃくちゃ引き出して。いや、違う。自分も普通に直そうと思ってて、直そうと思ってたんで、他の人がやってる可能性とか、LG さん視点でなんで終えないんですか。直す場所何箇所かありますよ。あ、じゃあ確認したいです、はい、一応他の人の。あ、そうですよね。で、はい、そもそも二郎ラインがあるのが、はい、夏目チャゲかゾニキ先端ぐらいしかないかなと思って、うん、夏目チャゲがつながりうる理由って何ですか。バイタル情報の偽装ですよね。バイタルあるとじゃないですかね。あでどっちバイタル情報の偽装で自分が怪しくなってるんじゃないですか。そう、それってそうそうそう。あ、藤宮さんに聞きたいんですけど、いや夏目さんが通った後にゾニキさんが通ってるじゃないですか。あ、そういうことか。え、違う、バイタル情報だとゾニキさんくらいしかいないっていう結果になりません。いや、自分の弁当がありますよね。うん、そうそう、夏目さんが単体で嘘をついてる可能性が、むしろそれで怪しくなってるんです。バイタル情報でむしろそれで自分が怪しくなっているので、そうそうそう、藤宮さんがこの二郎って提出の仕方は、なすりつけに感じます。まあ、今妨害したのも僕目線は夏目さんに見えたので、うん、他の人を確認しないといけなくないですか。あ、まあそうですね。いたのがチャゲポエさん、僕、藤宮さん、夏目先生で、最初にいたのが夏目先生と僕です。デモデッキです。はい、他の方の動き相互で言える人、僕と砂溜さんは、で、ボタン前、あ、砂溜さんから見たかは分かんないですけど上でしたよね、砂溜さん。はい、上だったと思います。はい、じゃあ、柿さんしかいなくて、柿さんはどこですか。俺は宿舎前で湧いて、ボタンのところ行って右のタスクやってたんですけど、まあ誰にも見られてないと思うんで、あ、まあもしかしたらはしごの音誰か聞いてないかなって。あれ、今日の結論、私、夏目先生まで落としちゃっていいかなんですけど、はい、どうですか、ね。僕、鶴なら夏目先生まで落としたい。あ、まあ、しょうがない。それはしょうがないと思います。正直、昨日の票の集まり方がちょっとゾニキさん、黒くなったように感じてましたね。あ、ちなみに柿も入れちゃいました。僕も入れちゃう。多分もしもインポスターだったらインポスターと僕と柿さんからボタン、押せ余裕あるかな。ちょっと押してほしい。喋りたいですね。僕はないです。砂溜のところに、まあ、きついか。チャゲポヨさんがありますよ。ボタン、あ、僕押します。ください。します。はい。
水色、黄緑。結論から言うの大事だね。ありがとうございます。ございます。ございます。じゃあ結局、僕がロラしたいと思ってたけど、しなかった理由、したくなかった理由が、ごめんなさい、先言えばよかったんですけど、チャゲバヤさんの偽装がある、あり得るからです。はい。はい、で、かつ、エロちゃんが、それ以前に死んでたら、なんか、まあ、推定ではあるんですけど、僕ぐらいしかできないんで、僕目線は、チャゲバヤさんの情報が本当だったのかどうなのかっていうのはわかんないので、昨日も、ロラしたくなかった。昨日じゃない。2個前か。ゾニキさん釣られた時にロラしたくなかったのと、はい、あと、ゾニキさんが弁当のところで切り捨てわざわざエンジンのところに来るかなっていうのもちょっとあったんで。うん、確かに。まあ、あのゾニキさんの票の集まり方はすげえ来るっぽかったですけどね。なんかゾニキさん自身は。そんなに通な流れが、まあまあ、LG さんは、まあ、そういう流れが来るが、あ、まあいいや、この話は。はい、よかったです。うん。僕目線だと、そのさっき、停電を邪魔されたのが、もう柿さんが死んだ、白言ってることがあってるとしたら夏目先生しかないので、はい、うん、僕目線、夏目先生で落ちてると思っていて、はい、ゾニキさんちょっと申し訳ないことしたんですけど、で、なんだろう、夏目先生連れって言ったのは僕なので、もし不安になるなら僕をローラーしていただいても構わないです。今回の動き、あ、でも僕白隠れてるのか、そう、初日の感じからすると LG さんきついかな。LG さん、柿さん、藤宮さんはもうほぼ白で見ちゃってますけどね。うん、で、残り一郎、砂ザメ、チャゲポヨ、先端のライターっていう感じかなと思ってます。うん、皆さんが一インポスター落ちてるかどうか、どう思うか。だと思います。僕は落ちてると思います。負け筋は柿さんと藤宮さんの入浪のラインしかなくて、ね、でもね結構前エロちゃんキルが無理かな。エロちゃんが多分無理で、うん、チャゲポヨさんが見間違えてるしかなくなっちゃうので、であと多分僕もないと思うので、うん、それ前提でいかないと勝てない、来る勝てないかなって思ってますもん、うん、そうかスキップします。まあ、だから砂田目線だとチャゲポヨセンターのどっちかにラストっていう感じで、うん、まあもちろんそれはお互いにも多分言えることだと思うんで、はいはい、ちょっと僕爆速でタスク終わらせますね、はい、めちゃくちゃいっぱいなくていいんで、はい、はい、色にします。夏目先生で落ちてそうだけど、どうだろう。あ、ダウンロードで先やっとこう。シュッ、6枚で1インポスター前提で進めるのであれば、まあ、僕は死んでもいいか。ボタンがないからな。見つかんない位置で死ぬのは良くないから、死なない立ち回りはしつつ、タスク優先度を上げるって感じでいこうか。命がけでタスクする理由はいかなる時もないですからね。スケールドだったらまあ、いいけど。だいたい見つかるから。失敗見つかんないままね、4キルとか全然起きるから。先日3キルもしましたしね、まさに。動画上げてますけど、はいはい、コックピットで死体発見です。チャゲポヨさんだと思います。藤宮さんが目の前で切ってました。カキさん死んでるから、はい、チャゲポヨさんから、藤宮さんだ、チャゲポヨさんだ、フラミンゴ警察が人殺しなんてするわけないうわ、汚れたフラミンゴだったな。チャゲポヨ、藤宮さんは。なんで持ってきちゃうんですか。僕はチャゲポヨさんを怪しんでたんでね。あー、もう右側行ったし、リアクターなってるから来ないと思ったのに。申し訳ない。とんでもないです。あ、じゃあ結局バイタル偽装だったのか。ちょっと遅らしました。偽装で、ああですよね、うん、そう、リンネさんがずっとメインホールにいることになっちゃうから、そうそうそう、そこがちょっと気になって、時間長いね、うん、なんで藤宮さん戻ってきたんですか今。いや、僕はチャゲポヨさん怪しかったんで、ね、まあしかもコックピットにいるタイミングでリアクター鳴ったら、まあ
めちゃくちゃ危険だなっていうので戻りました。いやすごい、キルシンで速攻で戻ってきた。速攻で戻ってこられた。素晴らしい。そうキルシンでも引き返してメインホール行ってたのに引き返して戻ってきた。すっげーって思った。匂いが血の匂いだわ。そうナイスでした。実際は誰がどこでどのタイミングで、あとエロちゃん、僕は貨物室と金庫を開けていたら、え、あら、ここから首をかっけられました。そっからバイタルさんに。あ、そっか。ピンクもらったのにごめんねって言って殺してました。貨物室。ピンクあげたのに金まで取ってくのかって言ってました。その後もバグっちゃって、もう2人、メンヘラ2人がずっとうるさくしてて、その流れをズニーさんに押し付けちゃって、本当すいませんって。申し訳ございません。なんかめっちゃ謝られて、なんか逆に申し訳ない。すいません。で、メインホールはいつぐらいに？え、もう、砂鮫さんとすれ違ってすぐです。これ知ったので、他の人が普通に序盤なので、で、みんなが通って、証拠機に来たって感じです。で、自分は本当にミーティングいました。うん、いたのは間違いない。はい。2、3ずっといて、目撃情報もないですもんね、そっからね。おぉ。ナイスですね。合ってますね、そのリスレポートが、レポートが光んない位置なんですね、じゃあ。そこら辺に。まあ、そうです。小部屋に入ってるから。砂ザメさんがめっちゃ重いことで、リンネさんがそんな長い時間いるのかっていうのがめっちゃまとめてて、すごいな。まさにそうですね。ゴミ箱のとこだと、そう1、2秒で割れますもんね、この中。うん。めちゃめちゃまとめてたと思います。ありがとうございます。完璧でした。いやー、変に偽装したのが逆に怪しくなってしまった。申し訳ないです。あれでね、夏目の弁当かってなっちゃうからね。あのそこ逆手にとってうまかったですね。なんか絶妙なレベルのピンチというか。そう、ラインがそう、ライン切りされたって思って、カチカチしたら白くなるかなって思って、チャキコネさんが言ったら疑われちゃいますよ、逆に。申し訳ない。いや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 、ちょっとそこもうまく、あ、これ、土砂キル狙うのかなみたいな、ちょっと。あ、そうね。俺、レポート連打してました、終盤、あの時。